親愛なる地球の兄弟姉妹たちへ。私はアシュタールシェランです。宇宙の広大なる旅を経て、私たちはここにいます。私の巨大な船と共に、地球とその住民たちを心から愛する仲間たちが集いました。やがて来るべき時が迫っており、皆さんは恐れる必要は全くありません。実際、私たちの姿が全ての人にとって喜びとなるとは言えないかもしれません。確かに私たちを温かく迎え入れる人々がいる一方で、私たちを受け入れない人々も存在します。彼らが私たちを目にした時には、彼らの恐怖と驚愕が感じられることでしょう。今日このメッセージを受け取る皆さん、私たちの道を知り、私たちの意図を理解し、私たちの真実を深く知る者として重要な役割を担っています。私たちへの愛ではなく、私たちを拒絶し誤った情報に導かれている兄弟たちに対して、皆さんが放つべきは愛の光です。私たちの姿が明らかになった瞬間には、皆さんから放たれる愛の波が私たちの現れと共に立ち上る恐怖の波に立ち向かう力となることが必要です。ご理解ください。この恐怖の波は影にとって望まれている振動であり、彼らがさらなる混乱を引き起こすための手段として私たちの出現を利用しようとしています。愛の波は地球上のすべての人々に届くほど強大である必要があります。彼らがどのような存在に仕えていようとも、私たちは彼らを兄弟とみなし、愛をもって包み込むべきです。この愛の波が地球上で皆さんの肉体を守る盾となるでしょう。私たちは極めて慎重に責任を持って行動していますが、残念ながら影のそばに立つ者たちは私たちの出現の瞬間を待ち望み、混乱の引き金を引く準備をしています。そしてその時はもう避けられません。待つ時間はもはや残されていません。皆さん、私たちが目の当たりにしているのはまさに壮大な戦いです。光と影の、愛と恐怖の戦いです。私たちがここに来た目的は争いを起こすことではありません。私たちは平和の使者として、攻撃することなく私たちの真実を示そうとしてきました。私たちの繰り返される出現は多くの人に考え直す機会を提供してきました。彼らが完全に私たちを受け入れているわけではないかもしれませんが、私たちの存在を認識し始めたことは、これまでにない大きな進歩です。これから私たちは、ますます頻繁に皆さんの空に現れます。全世界のさまざまな場所で、私たちの存在を知覚し、私たちがそこにはいるが、害は及ぼさないことを認識し始めるためです。当然のことながら、私たちは誤情報が広がらないよう最大限の注意を払っていますが、私たちの出現を避けることはもはや不可能です。そのため、皆さんの準備が必要です。そして、皆さんが愛を放射する方法を知っていることが不可欠です。それには大量の愛を必要とします。豊かな愛情を持って、その感情を世界に向けて放ってください。怒りや抵抗を感じたとしても、それを手放し、より愛に満ちた反応に変換してください。なぜなら、皆さんが愛以外の何かを感じてしまうと、それは反対側に力を与えてしまうからです。
皆さん一人一人が自分に合った方法で愛を表現してください。特別な技術や方法を必要とすることはありません。ただ、心から愛を感じ、その愛を放出してください。その一つの方法として、惑星を皆さんの手の上に置いてください。皆さんの惑星を小さく見ることに抵抗を感じるかもしれませんが、何も問題はありません。愛と最大限の優しさを持って、それを見つめてください。手の中にいる小さな生き物を撫でるように、そして、その小さな存在が愛情を感じて、尾を振るように愛情を注ぎましょう。惑星に対する皆さんの見方は、皆さん自身の心次第で変わります。しかし、重要なのはこの惑星への愛情をいかにして表現するかです。惑星への愛を放射することで、皆さんは集合的なエネルギーを強化し、周囲に満ちている恐れのエネルギーを減少させることができます。これは皆さんの世界に確かな変化をもたらす行動です。私たちはしばしば話していますが、光の柱とはただの名前ではなく、それは行動を伴うべきものです。愛と光を周りに放射し、宣言した言葉を具体的な行動に変える時です。自己の成長や進化のためだけではなく、他者やコミュニティ全体のために、光の柱となることが重要です。参加し、貢献し、一体となることこそが光の柱であるという真の意味です。そのためには、皆さん一人一人が独自の方法で行動してください。必ずしも人々が集まることは要求されていません。一人でも、小さなグループでも、大勢で集まっても構いません。大切なのは、個々人が自分らしいやり方で、この惑星に愛を送り続けることです。地球を見つめ、それが手の届くところにある、生きた存在であると実感してください。これは真実です。地球は生きている存在であり、宇宙の一部です。だからこそ、皆さんはこの惑星を、愛で満たす必要があります。愛で地球を満たすことで、皆さんは未来に立ちはだかる挑戦を和らげることができるでしょう。そして、可能な限り平和的な方法で、世の中が進むことを助けることができます。変化は避けられませんが、皆さんはその変化に立ち向かわなければなりません。それは地球の進化の一環です。私たちが皆さんに期待しているのは、皆さんが表面に放つ愛の波です。皆さんの行動は、皆さんだけでなく、全人類にとっても重要です。だからこそ、私たちは皆さんの力を借りたいのです。皆さんがその道を歩むことを心から願っています。どうか光の柱となり、愛と光そのものとなってください。私はアシュタールです。今、平和と愛、そしてワンネスの中で皆さんを後にします。皆さん一人一人の努力が大きな変化をもたらすことを信じています。